ドイツ日清ホエンシュタインにありますのカップヌードルチップ&シャンピニオン、鶏肉とキノコという意味です。揚げ麺で粉末スープとカイクが最初から入ってます。麺は粘りが弱くボソボソと硬くて、日本のカップヌードルの麺とは全然違います。スープは穏やかな鶏だしですが、妙に乾燥臭い香りがして馴染めません。具は硬い鶏肉チップとマッシュルームがごくわずか入ってます。